こういう感じ一切ないですよ。こういう文句なし。いやこれは飛ぶっすよ。エピックフラッシュサブゼロ9度です。シャフトはツアー AD VR6S。 楽しみ。捕まるか捕まるか。 VR は捕まりやすいんですか。捕まりやすいんです。左見取り図が 1.48 出てます。初速70も出てます。結構期待できるかも。捕まっちゃう。捕まっちゃうよ。滞空時間が長い。引っ掛けたんで右に打ってみましたっていう感じです。まあ280。今日一番飛んでスピンも2200ですよ。チーピンみたいなやつでも初速が出るし、さっきみたいにちょっと右に押してもまあまあ初速が出るという。これ飛んだっすよ。ほら294。久々に71を来た。そう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 。みんな忘れちゃいけないです。今冬。無理無理。やっぱり2は落ちますね。50をバンバン出れたのが、50は出ないですから。シャフトの変更が入りました。リアマナ DF60 です。X です。変えなくてよかったのかな。215。スピンも少ないし、初速70超えるし。いいですね。空白夕空の中。忘れちゃいけないです。今まだ1月の末です。寒いです。これいいし。初速69.6、70近いですね。 1.49 スピンも3000いかないんですよ。右にふわって吹かしたのが低スピン、うん、でも初代のエピックサブゼロは僕正直手に負えないなっていう感じがしたんです。とても9度なんか使えないし、ロフトを多くしてやっとそこそこでしたけど、このサブゼロだったら意外と結構使える幅が広いんです。捕まりはどうですか。あまりはシャフトで今捕まんない建築とか入ってるんですけど、まっすぐ低スピンゆっくり出ますもんね。結構捕まりそう。このスペックは捕まるし、全然たまだ捕まらせたね。こういう感じ一切ないですよ。こういう起き上がるか一切ない。文句なし。文句なし。いやこれは飛ぶっす。飛びますね。いやスピンが多くて吹けちゃう人とかパワーある人なんかはもう絶対試してほしい。